不安でたけちゃん、ゆみちゃん。さあ今回のご質問はマナマナフレックス Z さんからです。ありがとうございます。ゆみちゃん、うん、だいぶ疲れてきたわ。もうあのさこれもう取りだめって言うとるけどあれやけど、うん、今日何本目か分からんけど結構経ったな。10ぐらい、うん、いやちょうどこのマナマナフレックス Z ってほら Z ってアルファベット最後やん、うん、そう思ってなんかちょっとなんか疲れたなって終盤戦かなみたいな。はい、まあ頑張りましょうか。疲れた顔しとるで。まあまあ、やめや。今日日曜日なんだっけ。あ、どうぞどうぞ。サンデーか、ごめん。はい、行きますよ。今回のご質問いただ。明日から仕事か。なんか嫌やな。はい、では参ります。はい、ゴルフを本格的に始めて3ヶ月になります。はい、まだまだ知識も技術もクラブに追いついていません。うん、いろいろ YouTube など見ると冬になるとクラブのフレックスやシャフト自体を変更していたしたりするのはなぜでしょうかとのことです。ありがとうございます。なんかあれですね、ゴール始め3ヶ月の方がコメントいただいているのに、うん、こんななんかネガティブな発言したらいかんですね。ちょっとやる気出して、はい、ちょっとフレッシュな気持ちで、はい、行きましょう。はい、はい、ということでね、まあ頑張ります。はい、まずいろいろね、それね、本当初めて間もない方、今特にね、本当こういうゴルフのまずなんて始められてる方がすごい増えてて、うん、本当にね、今練習場とかすごい若いゴルファーが増えてきて、僕本当にすごいね、これから本当に何ですかね、ゴルファー人口増えてきてると言われてるし実際増えてるんですけど、まあ、この若い方が続けるかどうかっていうのが今のゴルフ業界の今後の課題と言われてます。だからそれが業界としてその人らがずっと続けれる状態を何ていうんですかね、続ける状態をキープできるかどうかっていうのはもう僕らの仕事なんで、はい、そこをねまず頑張ってまず長くゴルフをしてもらいたいなっていう気持ちでちょっと頑張っていこうかなっていうのをちょっと表明出してみました。はい、じゃあ早速質問に答えようと思うんですけど、はい、お願いします。はい、ここから本題なんですけど、これ冬になると単純にボールが飛ばなくなるからですね、いろいろクラブ変えてるのは、うんうん、要は要因はいろいろあるんですけども、まずは、根本的に寒さで体が動かないっていうのと、服の着すぎですね、服の着すぎで、体回らない、あと空気の密度ね。そう、もうさっき言わんといてよ、せっかく人がやる気やったのに。はい、空気密度が増えることでボールが前に進みにくいということで、この3つは考えられます。人がせっかくやる気出したので3ヶ月で聞いたから先輩方、先輩方です。はい、この要素なんですね。この3つの要素が一番大きいんですけど、実際データにあるデータによると夏場と冬場ではヘッドスピードが2ぐらい変わってくるとよく言われてます。で、この落ちたヘッドスピードに合わせるために、いろんな YouTube で、クラブのフレックスを下げたり、そもそもシャフト自体を変えたりっていうのはやっぱりよくしてることだと思います。実際僕らの動画でもこういう話はしたことあるんですけども、ただやっぱり初めて3ヶ月やったらこのマナマナフレックス Z さんに関してはもうしっかり今のを振ることに、ね、集中した方が僕はいいと思います。なかなか2セット持つっていうのは金銭的にも難しいですし、そもそもある程度2セット持ってる人っていうのはある程度元のクラブが振れてる前提でちょっと冬場になったらもうちょい落とそうかなっていうスペックなので、初めてまだね何ていうんですか、1年くらいの方っていうのはとにかく今のクラブに慣れることを最重、それはもう季節に関係なく今のクラブになれるっていうのが重要だと思います。だからここに関してはその理由としてはさっきも言った通り、ある程度中上級者っていうんですか、ある程度ゴルフしてる人になるとやっぱ冬場になると体が動かなくなるし、ボールがそもそも飛ばないので、シャフトを変える、もしくはボールを柔らかいものするなんて僕らの動画でも言ってますけども、そういう風にして少しでも夏場と冬場のその飛距離を変えないようにしてるだけであって、ただもう一回言いますけど、初めて間もない人っていうのはとにかく今のクラブになれること、もしかしたらそういう方っていうのは冬の方が飛んだりすることもありますから、とにかく理由としてはそんなもんなんで、今はそんなにあんまり気にして、いろんなものが今情報が溢れすぎているので、どうしてもその YouTube とかで情報を集めすぎて頭でっかちになってるゴルファーってやっぱちょっと多いんですよね。はい、あなたがもうすでに僕の情報を常に聞いてる人なんで、でもその割にはあんまり頭でっかくないよな。その割にはな、そう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 、だって俺
自分で言うもないけど、それなりに結構最先端の情報をついお伝えしてるはずなんやけど、いい、その割には頭でっかちにならないあなたは捨てる気だよなと思う。いい感じでこうちょっと抜けてるよね、もう落としたわと思いまして。そうだね、でもやっぱり追いつかなきゃ、なんかもうなんだろう、初めての時ってやっぱり空っぽな感じがするので、ね、技術も知識も、だからなんかいっぱい詰めなきゃって思うのはあるかもしれない。まあ、本当に、ね、僕はそのあんまりその特にフィッティングとか来られて頭でっかちになってる方よりは逆に何て言うか、もう、まあ、必要な情報だけを、まあ、僕はできるだけお伝えしたいので、それだけ、まあ、取ってもらえる方の方がやっぱりゴルファーとしてもそうやし、クラブ選びもやっぱ良くなりますよね。まあ、それはもうね、間違いないと思います。いろいろやっぱり情報が溢れすぎるとややこしくなるんで、自分のスイングって知った上でそれに必要な情報を載せていくだけでいいと思います。なるほどね、うん、だから実践にそうやって聞いたけど、あ、本当だ、冬やっぱ飛ばないやとかね。そうそう、夏の時ここまで行ったけど冬ここかみたいな感じでね。だからそれぐらいでいいですよね、うんうん、もうあんまりそのなんかね、ごっちゃになると、うん、まあ、本当に情報が今多すぎると思います、うん、これも若いゴルファーが多分混乱する理由だと思うので、そこはね、まあ、本当に YouTube とかも、まあ、僕らの YouTube はぜひ見てもらいたいんですけど、 YouTube を見る番組を選んだ方がいいですって言って、チャンネル登録が減ったら僕のせいです。自分で締めちゃった、締めた、はい、自分で締めた。ということでね、はい、じゃあなんでフレックス冬変えるかって言ったら、そういうのは飛ばないし、ヘッドスピードも下がっちゃうから、まあ、それに合ったようなちょっとまあシトスが柔らかいのを選んで使われてるんじゃないかなっていうことですね。はい、それではまだフレックス Z さん、ご参考になりましたでしょうか。それではサンデータケチゆみちゃん、また来週、バイバイ。この後ね、あと3本取らないかな。6本じゃない、4本か、もうやめてくれ。チャンネル登録高評価で、ね、タケちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。